姫は？マキキの名前ロバってさ。そう。珍しいこともあるものね。さなえー。なに、あんた。なにって、ランチですよ、ランチ。よく来るんです。でも、霊夢さんがここの常連だったとは知らなかったな。そりゃそうよ。初めて来たんだもん。そうだったんですか。あ、特製天ぷら、腰の瀬、超大盛り10割そば、たぶん。ここのお蕎麦って、安いのに、ほんと豪華だし美味しいんですよね。霊夢さんは何注文したんですか？はい、お待ちどう。天ぷら蕎麦の、天ぷらと蕎麦抜き。私注文してない。いや、確かに、あっちっとしろよ。あの白いの。あの、違う。でも、違うってば。ここに注文が。わかった、わかったわよ。なぜなら、できるの。え？グー、フォア。何この展開。いい。次こんなもん出したら、ぶっ飛ばすから、ねえ。20割そば、食べ損なっちゃったな。そんなメニューありませんよ。ダメだったら、思いとどまってください、あやさん。心すでにここにあらず。やめてください。罠ですよ、あの店員の。それが私にとって不利益とは限らない。ないに等しい信用度が本当のゼロになっちゃいますよ。その時は羽を拾ってください。もう、知らない。こちらはボタンの根の皮を剥ぎ、乾燥させたものです。煎じて服用ください。新尺は、尺薬の根にボタンピ同様の製法プラス、湯通しを加えたもので。ありがとうございました。今後ともごひいきに。お待ちください。はい。近頃、この辺りは少し物騒でしてな。物騒？上白沢先生が不在でうまく説明できんのですが。で、ゼミ、ゼミ、何だったかな？ボン屋敷。それです。寂しばげりでもかましてきそうな名前ね。いや、違った。確か4文字だった。もしかしてレミリアでは？ああ。確かそんな名前でしたな。それが最近、里に現れては悪さをするのですよ。ちびっこく可愛らしい見た目とは裏腹に、強烈な破壊力を有しております。よろしいですか。運悪く遭遇してしまったら、速やかに距離を取り、決して退治しようなどと考えてはなりませんぞ。わかりました。退治しようなどとは。はい。決して退治しようなどとは。だからしませんよ。ご忠告ありがとうございました。とはいうものの。私これから、その人に会いに行かなきゃなんないんだけどな。あんた、薬屋か？そうですが。傷薬を売ってもらえないか。とある理由で、負傷者が溢れて困っている。それってもしかしてレミ？噂をすればだ。やつがレミングと言ってるな。レミングって、デスマーチで有名なあのデスリー？やつらは負傷した。この厚さで気が触れたのか。坂を練り歩いては集団で気が触れ繰り返している。怖っ。
私のヒップルレミングじゃない。頭の上に数字が見えるだろう。あれが自爆までのカウントダウンだ。大変、傍観してる場合じゃない。被害が出る前に止めなきゃ。おい、止めた。もし死にすかしたがわん。お、なんだなんだ。なにこの生き物、かわいくない？まるで動物園じゃん。マヌケな面してるな。進めて帰ってセットにしようよ。こんだけいれば一匹くらいいいんじゃない？絶対私の方が賢いわ。危ない、早く離れるのよ。お願い、伝わって。いろいろともう、なんとか誘導する方法は。なんだ？撤収か。逃げろー。何をする気だ？よっどうした？どうやら大惨事は防げたようね。ここ毎度回り道するのめんどくさくってさ。お安いご容赦メール。ところでアバなんとかってなんだ？開門の合言葉だよ。ほう、たまに高魔館のあたりで見かけるあれのことかと思ったわ。いったー。お、レイゼン、道端で寝るのが流行ってんのか？あなたたち自由すぎるでしょ。往来で昼寝してる奴には負けるぜ。呆れて怒る気にもなれない。寝起き悪いなあいつ。
ろそろかしらね。散々な目にあった。まったくあいつらったら、乱暴、粗暴、横暴の三暴と言わざるを得ない。でもでも、これで今日の仕事は終わりだし、ウキウキ、身も心も軽くなる。私、帰ったらゴミ出し手伝って、師匠に褒めてもらうのだ。え？しつっこいわねえ。はいはい、早く行った行った。まったく、ブンブンとうるさいったらないわ。よう。えらく顔色いいじゃん。そう？なのに浮かない顔してる。両親の呵責を感じてるの。おろ？うは？え？ええ？ええ？ええ？クックック、はっ。あれ、いい加減片付けたら？時期夏だぞ。いいのよ。吸血鬼よけなんだから。まあいいや。お前が物臭なのは今に始まったことじゃない。それより、これ。お礼は茶菓子でいいぜ。何よその箱。え？霊夢のじゃないのか。巫女装束の少女が持ってたっていうから、私はてっきり。良さげな箱、何が入って。他人のものを自分のものにしようって発想は泥棒の始まりだぜ。説得力の塊ね。お釈迦マリサ、黙れ不届きもん。はぁ、いいわねえ。悩みと無縁の人間は。あんた、そのうち役人やエンマに追いかけ回されることになるわよ。その時はマッハで振り切り、地の果てまでトンズラだ。あんた一人で？到底、到底無理ね。やってみなきゃわからないだろ。わかるわよ。あのなぁ、なぜなら、あんたが私を置いていけるわけないから。そのも、定期方はずるいだろう？ポジティブなのは結構だけど、逸楽も過ぎると、踏みにじってきたものからしっぺ返しを食うわよ。大丈夫大丈夫。だって私は、立てば食薬、座ればボターン、歩く姿は百合の花。演奏上の、スーパーアイドル。キリタネマリサちゃんなのだー、ぜ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 んなのだー。こちら人里の一角です。キリタネマリサ被害者の会。ここには幻想郷東西南北果ては地下から、被害を被ったとおぼしき面々が集結している模様です。マリサ、私はお前のことを、根はとてもいい奴だと、そう思ってたんだ。それなのに、罪もない妖精をこんな面白い姿にして、見損なったぞ。おう。ねえねえ、下道は建前で、実はあんたにを吹っ飛ばすのが真の目的だったって聞いたけど、本当？浅草にまみれて薬を横取りしたって。ちっか。なんでここにいるんだっけ。忘れちゃった。記憶を失うほどひどい目にあったんですね。怖い怖い。奴はとんでもないものを盗んでいきました。あなたの懐です。ただの盗人じゃないですか。巧妙に時間を盗まれてる。寝すぎです、起きてください。主のために魂を込めてついたお餅を、く、奪われました。引くな。血も涙もないとはまさにこのこと。立てば拝借、借りればバラン。歩く姿は泥の棒。キーリーサーメウマリサー。許すまじとの声が広報から上がっております。
誤解だ。